こんにちは、えー。連続講座、生物、遺伝子、ウイルス、免疫、医療、感染症対策の理解のために、第2回5月14日です。えー、本日は、細胞ウイルスの大きさについて見てみたいと思います。私は、えー、予備高講師で、えー、船橋市議の朝倉と申します。よろしくお願いいたします。私の船橋市議としての新型コロナ対応、船橋の対応関係の情報は、朝倉ミケル公式サイトに発表してありますので、どうぞご覧ください。 で、えっと、この講座においてはあのー、このような形で進めていきます。で、えー、これは昨日説明したところですがこの特に今日2番ですねゆっくり時間を回数かけて説明するということで今日は細胞とかウイルスの大きさということに焦点を当てて説明したいというふうに思います。それで、えー、私はあの昨日紹介したように2つ生物系の本書いてるんですがこの左側の休み時間の生物学という 本を書くときに導入の序章をどうするかを考えたんですねそれでやはり生物学というのは非常に広い世界だということを知っていただくために序章を小さな世界から大きな世界までというテーマにいたしましたで大きな世界ではアマゾン全体の生態系が雨季と寒季で大幅に変化するという生態系全体の話をし,たし,たしましたそして小さな世界ではインフルエンザウイルスの話をいたしましたでその時に 書いてありますでその時に大きさ比較でありますように、えっと、ちょうど人の大きさ2メートルぐらいとパチンコ玉1センチぐらいの大きさがえちょうど細胞、人,人の軌道,軌道上皮細胞に侵入する軌道上皮細,細胞の細胞の大きさとウイルスの大きさぐらいだというこういうようなイメージで比較したんですね、まあ、それほど小さなものであるということを説明いたしました、で、今日はそれをもうちょっと具体的に見ていきたいと思います。 でまず、昨日の復習も兼ねてなんですが、そもそも生物とは何か、ウイルスとは何かということなんですが、生物は考え方によっていろいろな定義があるんですが、一般的に生物学では、えー、代謝をすること、外との物質のやり取りをして、エネルギーを獲得し、まあ、積極的な生命活動をするんですね、という代謝をするということ、それから自国性、自分と同じ形の子孫を作っていくということです。 でこの2つのことを達成するためには細胞構造を持たなければいけないとで細胞構造というのは外の世界との区分をする細胞膜と、えー、それから、えー、まあ自国性をしていくために遺伝子を持っていなければいけないということですで昨日説明したように、えっと、原核生物と真核生物という2大グループがありまして細胞構造上はあのー、2つに分けられるんですけど真核生物は私たち人から植物 それからキノコやカビなどの菌の世界、そして単細胞のミドリムシなどの原生生物界、これは、まあえー、単細胞だったり多細胞だったりする差はあるんですが、す、あ、べ、のー、て同じグループです、えー。それで何が特徴かというと、DNA、遺伝子 DNA が核という入れ物の中に収納されて入っているんですね。これもここれもに核があります。はい。 一方、原核生物のもう一つのグループである原核生物は細菌の仲間なんですがあの DNA を持っている,ることは一緒なんですが核と入れ物がない入れ物に入っていないだけで,で細胞質の中に DNA が浮いて入っているような状態になっております。という核の持ち方の違いとかあと、ちょっとユーフにもいろいろ若干違いがあるんですが、えー、顕微鏡上で非常に見えやすいものとしてはこの核の有無がこの2つのグループの差です。 じゃあ共通点の方を確認しておきたいと思うんですが、共にこに細胞というあの袋の中に構造が入っているということですねでで、それを包むためには細胞膜という構造があると、そして DNA という遺伝子を持っていると、これ共通ですね。ということで、まあ、遺伝子を持って細胞膜で仕切れられていて、これ分裂して増えていきますので、細胞も分裂して増えていくことができるというのが、えー、この真核生物、原核生物。えー の共通のの生物としての特徴でです。でではウイルスはどうかと。でウイルスはあの生物という一般的な定義には入れないことが多いと、もうこれについてはいろんな議論があって、ウイルスも含めて生物というものの定義を考え直すべきだという意見もあるんですが、一応一般的には生物には入れていない、なぜかということを話をしたいと思いますで。ウイルスの具体的な姿をここに書きました。で風邪などのアデノウイルスとか、大腸菌に感染するバクテリオファージー。 これは構造はこんな形なんですね。これ非常に面白い形をしてるんですけど、正二重面体の構造の中に、あのこの真ん中に DNA が入っていて、これ突起が、まあ、タンパクの突起がある形ですね。いう形をして、で、バクテリオファージなんかロケットみたいな形をして、DNA がこのロケットの中に入っているような形です。で、えー、今問題になっているこのナイウイルスは、えー、こ,れこ,この上2つは DNA とタンパクだけでできてるんですが、 今度コロナウイルスの場合には DNA の親戚である RNA という遺伝子を持っていると、そしてタンパクの突起もあるんだけど、エンベロープという膜があるんですね、まあ、この膜は実はここと非常に似てるんですけど、えー、でも、あの他の細胞構造はないんですねで、タバコモザイクウイルス、タバコの葉っぱにモザイク模様を作るウイルスでいうと、ここに RNA という遺伝子と、その周りを、えー、タンパクの衣が取り巻いているだけであります。 で一部にこういうエンブレムを持つものがあるとはい,いえ、基本的にウイルスの基本構造は DNA とタンパクだけなんですね、ということです、でそれで驚くべきことに、1935年にスタンデーという人が、このタバ,コもタバコにモザイク模様をつけて増殖するしているウイルスを結晶化したんですね、結晶というのは、塩とか砂糖のような結晶と同じ結晶にしたんです。 で結晶にしたら当然もう動かない生命活動も全く起こさないような物質のようなさらさら、まあ、としていたかどうかわからないですけど、まあ、物質のように扱える存在になったと結晶化したえじゃあそれしもう完全に生命活動とは縁がなくなったのかというとその結晶を再びタバコの葉っぱにすりつけるとまたせあの生物のように増殖を始めるんですねということで非常に不思議な存在だということが、えーまあ、その当時から分かってたんですが構造的にも 細胞といいいうう袋のの構造を持たないというのが特徴です。それでそうすると、えっと、代謝はしないと結晶化するからねあのし,しますので、えー、代謝はしないということはいい,いと思うんですが自己生っていうのはじゃあどうするウイルスじゃ自己生、えー、自分と同じものを増やさないかというと増やすんですねそれはどういう形かというと。 まあこれあの今日だけじゃなくて、またおいおいじっくり話していきたいと思うんですが、コロナウイルスの場合には、これ自身が2つに分裂して増えるということはないんですが、人の上皮細胞とかに、軌道上皮細胞とかに侵入して、人の細胞の仕組みを乗っ取って、自分と同じものを作らせて増殖していくんですね。ということで、増殖はするんですけど、 単独では増殖しない、他の細胞に侵入しないと増殖できないということで、いわゆる単独で増殖ができていく細菌とか、あの他の生物のあのと区分して、まあ、生物ではないというふうに見なすわけです。それでは、えー、これまでこういうさまざまな 真核、まあ、生物、原核生物、そしてウイルスというものを説明してきましたけど、これ、それぞれを拡大してみるために、大きさは縮尺、えー、拡大して書いてあるところがあります。特にウイルスは拡大して書いてあります。ということで、大きさのイメージが捉えられなくなるので、大きさのイメージを今日説明しようということですね。でえっと、大きさの縮尺について、えー、説明をいたします。で大きさの縮尺は、えっとまあ、メートルを単位とすると、 1 0 0 0ルがキロメートルということですね、これ日常生活でも使います。そして、1000、えー、分の1メートルがミリメートルということです。で、えっと、1000倍のことをキロで示し、1000分の1ことをミリで示すんですね。これはあのグラムでもそうです、えー、グラム、1000グラムと1 0キロ、あ1あ百一キログラム、1000、えー、分の1グラムのことを1ミリグラムというふうに言ってまして、 まあ他の単位でもミリとキロというのはよく使うんです。日常生活でも使うと思います。ところが、それ以上大きい単位とか、それ以上小さい単位というのはあんまり使わないんですね。えー、でそれぞれの単位の付け方を知っておきましょう。えっと、1000倍がキロですで。これ、これ、1メモリごと10倍という意味で書いてあるんですけど、えっと、1000倍の1000倍、つまり100万倍がメガと言います。メガ。そしてその1000倍。 えー、10億倍倍ををギガと言ってますと言言っってててまますすそそしのテラこのメガギラテラというのは最近はコンピューターの容量で、えー、よくコンピューターの部品を買うときとかはあのああ、まあ、そのコンピューターのデータ量を示すときにはこの数字が比較的日常になってきましたのでの慣れてきてると思うんですけどこのちょうど3桁ごとに、えー、単位が変わっていくんですね単位の故障が変わってきます。 で、これは実は欧米の、えー、単位は全てそうでありまして普通の生活においてもサウザントミリオンビリオントリリオンということで100 0 100万10億1兆ということでこういう英単語もあるぐらいですところが日本はあの4桁ごとの単位、万億という、万億兆という4桁ごとの単位になって大きな数を数えるのでここがずれてるんですねでここが最初、あのー 把握すするとににかりにくいところです例えば10億という数字はこっちはこっちの世界ではギガというようにすぐに表現できるんですが日本語だと億そのものじゃないのでずれてるので、えー、ちょっと最初に慣れるのが大変ですけど慣れていくと数,数量的なものをに理解するためにはこっちの単位の3桁ごとの単位の方が便利です。ましてや小数点以下のことは 日本語にないですね。万とか奥に相当する言葉がありませんので、この欧米の、えーまあ、単位を使う方がよろしいんですね。でそうすると、まあ、1000分の1がミリです。でそのちょうど3桁、1000分の1がマイクロと言います。マイクロメートル。そしてさらにその1000分の1がナノメートルと言います。でさらにその1000分の1がピコメートルという,ふうに言います。まあ、ピコはあんまり使わないんですけど、1000分の1。 の,の,の1000分の1のミリ、の1000分の1のマイクロ、その1000分の1のナノというのをことはよく使います。それで、えっと、この、えー、っと数字の計算の時とか、把握の時に、この指数、エクスポーネント・インデスクナンバーを使うと便利です。でまず、大きい方の数字ですけど、10をかけた回数を 10, の10を3回かけた場合には10の3乗と表現します。 でこの右上に肩に右肩に数字を書くんですねそうするとキロは10の3乗メートルであるとメガは10の6乗メートルであるとギガは10の9乗メートルテラは10の12乗メートルだということであの、まあ、表現ができますでそれと同じ考え方を小数点の方にも導入しまして10分の1のことを10のマイナス1乗と表現しますで10分の1が書き合わせることを10のマイナス3乗と表現しますので えっとミリメーターは10のマイナス3乗メートル、マイクロメーターは10のマイナス6乗メートル、ナノメーターは10のマイナス9乗メートルということになるんですね。で、便宜上というか、うそ計算上、例えば10の3マイナス3乗と10の3乗の中間であるその、その数字そのものは10の0乗、1、1は10の0乗というふうに、1は10の0乗というふうに見なします。で、こういう指数の計算を使うと、非常に便利なことがありまして、例えば、 えー、10の m 乗をかける1 0の n 乗は10の m プラス n 乗、例えば10の3乗と10の4乗をかけたら10を3回かけたものと10を4回かけたものをまたかけるので10を7回かけたことになるということで3プラス4というふうに計算できると。で、これに慣れてくると特に大きな数字とか小さな数字とか変化の大きな数字の表記や計算に便利です。はい。それではそれを使いながら数直線上に えっと 10, 10分の1ごとに1メモリを打ったあの数字を書いていきます。で実際はこうなんで110、ね、実際は11 1というふうに10分の1ごとになったら長さ的にはこんなに変化するんですがこれをその正確に書こうとするともう紙に書ききれないものですから数直線上に1メモリで10分の1になるという形、まあ、大きい方だったら1メモリで10倍になるという形で表現をします。でそうするとメートルがここで10 0.1メートル10分の1メートルがここで、えー、100分の1メートルがここでミリメートルがここになります。で、マイクロメーターが3ついってここになります。で、ナノメーターがここになります。で、ここに、えー、っとこの講座で登場する細胞、そして真核あ細胞ですね、それから原核細胞である大腸菌などの細菌グループ、そしてウイルスのことを当てはめていきますと、まあ、他のものを。 人の身長はこれぐらいですねニワトリのランってのはの黄身の部分ですけど 3, 3センチぐらいつまり 30mm ぐらいですからこ,れここですそして肉眼は肉眼では、えー、10分の 1mm までギリギリ見えますのでゾウリムシと人の卵はギリギリ見えるんですねところがこれより小さくなると肉眼では見えないので光学顕微鏡という理科の実験室にあるような光で見る顕微鏡を使うとそうすると0.2マイクロメートルまで見えますでその光学顕微微鏡 微鏡で見える世界が通常の動物細胞は10から数十マイクロメーターです。でこ,れたこれが人の細胞も含めてだいたいこれぐらいの大きさですね。酵母は若干小さくて10マイクロメートルぐらい。そして、えっと、大腸菌という幻覚細胞はいわゆる細菌のグループは数マイクロメーターが多いのでここら辺の単位になってきます。であとミトコンリレとかヨ,ヨクタイとか人の赤血球もこれぐらいの大きさです。でさらにウイルスはこの また1つ小さくて、まあ、1メモリ小さくて、まあ、これ大きさにもふる、あのちょっと大きさにばらつきがあるんですけど、だいたい100ナノメーター程度です。ということで、えー、こういう形になって、まあ、さらに小さいものもあります。それで、えー、本日捉え、特にイメージしてほしいのは、とこの講座での登場人物、えー、である、まあ人の、人全体の大きさ問題外の大きさにしても、通常の動物細胞、これ、人の軌道上脂細胞も含めたところと、 それから細菌グループの大きさとウイルスグループの大きさのイメージですね、だいたい111ですね、1目盛り、まあ、若干ずれがありますけど、一目盛りごとずれていきますので、えー、通常細胞の大きさを100とすると、えー、細菌の大きさは10、そしてウイルスの大きさは1です。これが大体そうですね、これが人の細胞の大きさだとすると、細菌は大腸菌とかここら辺の大きさ。でさらに、 ウイルスはここれぐらいいの大きさということうになります。111というウイルス1細菌10細胞100というイメージを持っていただくと、まあ、これから実際縮小あの図に描く時には、まあ、どうしてもウイルスを拡大して描きますけど、まあ、そういうイメージだということを捉えておいてください。 細胞とウイルスを比較すると、まあ、人の大きさとパチンコ玉、2メートルと1センチぐらいの大きさと同じぐらいの比率だということをイメージしておいてください。そこで最後に気になると思うのが、じゃあ、マスクはどうなのかと、マスクはウイルスを防げることができるのかということを数値的に確認していきましょう。はいえっと、こういうことです。一般的な不織布マスクの穴の大きさは5マイクロメーターですね、5マイクロメーターぐらいです。 でそうすると、花粉は数十マイクロメーターですので、花粉はブロックできるけど、えー、でそして飛沫という、この咳やくしゃみをしたとき、その中にウイルスが入っていたとしたら、その水分を含んだ状態での飛沫はまあは、十分に、えー、この5マイクロより大きいので、えー、他者に飛ばさないことができるし、まあ、仮にすぐ近くにいた人でも、あのマスクがあれば、ブロックはできるということですね。ということで、一定の効果はあると。 しかし実は飛沫核というのはこの水分を、えー、がもう蒸発してしまって乾燥した状態になっていると5マイクロ以下になりますから、まあ、マスクの穴より小さくなっていきますからか完全にブロックできるわけじゃないということです。ましてやウイルスそのものは5マイクロとまあ0.1マイクロですからマイクロでいうと50分の1です。5, 5, 5センチに対して 1, 1ミリぐらいの大きさになりますので5センチの、 直径な何なとかに 1mm ぐらいのものが飛び込んでくるわけですから、まあ、ウイルスそのものについてはあのー、乾燥した状態では、えー、とこ,れを防ぐこれでは防ぐことはできないとただ、人に飛沫を飛ばさないとか、あのー、近くにいるときに飛沫があった場合にはブロックできるという効果がありますので、えー、過信はしてはいけないけど一定の効果はあるというふうにお考えいただければと思います。これこういういとも 大きさのイメージができてくると理解しやすくなると思います。ということで、えっと、本日最後にまとめますと、えっと、細胞の大きさ100、えー、大腸菌の細菌の大きさ1、ウイルスの、あ、10、えー、そしてウイルスの大きさ1、まあ、正確に言うと、通常細胞は10から数十マイクロメートル、大腸菌は2マイクロメートル、インフルエンザ、コロナウイルスは 100, 100ナノメーターということで、ちょうど1、10、100ぐらいの 大きさのイメージになっているということを理解していただくとよろしいかと思います。ごご聴ありがとうございました